海イヌマジローは、日本の政治家。新潟大学理学部物理学科卒業。元衆議院議員。1969年12月27日、第32回衆議院議員総選挙に、岡山2区から公明党を公認候補として、立候補し、初当選する。1985年、公明党委員長の竹入義勝のもとで公明党を、中央統制委員に就任する。 1986年12月、公明党大会において、公明党委員長に就任した矢野淳也の下で、公明党中央党政副委員長に就任する。1989年5月、公明党委員長の矢野淳也の退任に伴い、公明党中央党政副委員長を退任する。1993年8月、公明党委員長の石田光志郎の、 細川内閣入閣に伴い、公明党副委員長に就任する。1994年12月10日、公明党の解散により、新進党結成に参加する。1996年10月20日、第41回衆議院議員総選挙に、比例中国ブロックから新進党公認候補として、立候補し、時点で落選。政界を引退する。ありがとうございます。